どうもこんにちは、黒ネタです。オーバーウォッチベータやっていきたいと思います。記念すべき1回目使っていくキャラクターはこちら、リーパー。中二病全開のキャラクターです。で、このキャラクター見てわかる通り、2丁のショットガンを使って戦っていくキャラクターです。さあ、エリアを取るたら勝ちというルールですね。で、このキャラクター撃った後にリロードするんですが、投げ捨てます。投げ捨てて新しい銃を出すというね、すごいもったいない使い方をしている気がするんですけどね。で、このキャラクター、このように無敵状態になっての移動することも可能。さらに指定したところにテレポートすることも可能です。他にもいろいろとできることがあるんですが、やりながら説明をしていきたいと思います。ではまずエリアに向かいましょう。で、今回相手はコンピューターです。一応動画撮るにあたって練習したんですが、実は俺 FPS はあまり得意ではなくてね、特に PS4 での FPS って初めてなので、ボコボコされてしまったので、コンピューターを相手にやっております。まあ練習ですね。さあ、なかなかに敵の数が多いね。よし、トリプルキル。イエス。完全にいいとこ持ってったっていう感じがするけどね。で、今倒すとこの魂が出るんですが、これを取ると体力が少しだけ回復します。まあ、さっき一気に取っても体力マックスなんて取れないんですけどね。さあ、あとはここを敵に取られないように防衛するだけ。お、来たね。 OK、ソルジャー倒して、はいね、無敵状態で逃げる。回復アイテムがどっかにあったはず。あった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 、ゲット。さあ、味方が倒してくれた、ありがとう。敵が来ないね。来た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 。あ、撃ちまくれ撃ちまくれ。痛い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 。一人やった一人やった。よし、トリプルキル。オッケー、敵のリーパーを倒した。回復が欲しいな。もう一回取りに行ってこようかな。で、ああいう回復アイテムは、ステージの至るところに置いてあるんですが、一回取ってからしばらくしないと次取ることができないです。これでまだ戦える。お、味方が上に。さあ、必殺技、まあ、アルティメットと言われる技があるんですけど、それも見せられたらいいなーなんて思うんですが、よし、行きましょうか。必殺デスブロッサム。そう、このように四方八方にショットが打ちまくるという技です。で、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、あ、勝ちましたね。無敵状態で移動した後にあのデスブロッサムを打つというやり方もあります。さあ、ラウンド2行きましょう。で、ここね、壊せるんですよね、こういうものとかを。すごい細かく作り込まれているなと思います。ドーンドーンドーン。何を隠している。で、こうやって、仲間にね、挨拶することができます。あ、ちなみに敵はコンピューターですけど、このいる人たちはみんな人間ですよ。まあ、この動きをしている時点でもうコンピューターではないですよね。さあ、テレポートして一気に近づく。影から光、影から光へ。さあ、コンピューターレベルノーマルなんですけどね、それでも強いんですよね。目を貸せ。味方がちゃんと、味方とね、連携を取らないとかなりきついです。さあ、ソルジャーを倒す。リーパーとかもいるね。よし、ゼニアッタは回復役なんで倒していきましょう。よし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 、体力マックス。で、これね、落ちると死ぬんですよね。で、これジャンプしたら落ちるのかなと思ったら、前に行くと、あー今みたいに落ちます。今
いい見本になってくれたな。前に行ったら落ちると、あーみたい。さあ、横にいる。さあ、結構いるね。味方が、敵の場所分かるようにしてくれた。あ、無敵状態で移動する。危ない。さあ、で、次はどっから来るかな。味方が周りにいなくなってしまった。かなり前に行ってるね。さあ、どこから来るかな。あ、ここから。これ下がるときも気をつけないとな。味方ナイス。さっきから味方の半蔵だな。すごいいい動きをしてくれてる。みんなすごい前にいるな。また誰か落ちただろ今。本当だよ。数がおかしいな。デスブロッサム。よし。さあ、あともうちょっとでクリアだぞ。あ、入られてる入られてる。危ない。味方ナイス。あ、吸われてる。今のは敵のザリアのアルティメット技で、そこに設置するとそこに敵が吸い寄せられてしまうというねものです。ただリーパーのさっきの無敵時間での移動を使えば逃げることができます。さあ、無事勝つことができました。プレイオブザゲーム。お、これは味方のウィンストンかな。さあ、暴れている暴れている。あ、落としていく。おおおおお。あー、強いね。で、これ最後、いいねを押すことができます。自分にいいね。俺30キロしたんだね。はい、ということで今回はここで終わりにしたいと思います。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどなどお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。